藤原隆君。参考人の皆様方には今日貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。自民党衆議院議員の藤原隆でございます。私の方から、いくつか、参考人の皆様方に、お話を踏まえてお聞かせをいただければなと思っております。今日あまりそのお話は出なかったんですが、今回一つ大きな樹木を集めているのは懲戒権の削除というものがございます。これ2011年の時にはですね、見送りをされます。これは大村参考人にちょっとお伺いしたいなと思うんですが、2011年には見送られましたが、これ今回は一転して、削除という結論になりました。これ、10年前から事情も変わっているということもあるんだと思うんですが、ぜひそこ議論の中でですね、どういう経緯でこういうところに至ったのか、部会長を務めていた参考人、大村参考人からお聞かせをいただければと思っております。大村参考人。ご質問ありがとうございました。お答えいたします。議員ご指摘のように、2011年の改正の際にはですね、懲戒権の規定についての削除は検討されましたけれども、実現には至りませんでした。で、その際にはですね、懲戒権を削除することに対する懸念というものもございまして、それに配慮したというところもございます。で、これも議員ご指摘のとおり、その後ですね、懲戒権をその排除、懲戒権を口実としたですね、虐待等というのが減らないというようなご指摘がありまして、そうした認識がですね、社会に浸透してきたというふうに理解をしております。児童福祉関係の立法の方もそのような考え方に基づいて改正がなされていると、それを踏まえてですね、今回削除に踏み切ったというのが一つでございます。それからもう一つございまして、懲戒権の規定はですね、新権の内容を定める820条の後に続きますいくつかの拡足規定の一つでございます。で、前回削除にあたりましては、他の拡足規定とのですね、バランスを考慮する必要があるのではないかと、他の規定をそのまま残すということが必要なのかどうなのかというようなことも議論になりました。で、今回はその点も合わせて検討いたしまして、他の規定については残す必要があるのではないかと、この規定については削除しても構わないのではないかと、このように議論をしたということでございます。以上でございます。藤原隆君。ありがとうございます。120年前、まさしく民法できてからですね、基本的なラインが変わっていないのと同時にですね、時代に即してということでですね、今回は懲戒権がなくなったということで、よく内容は分かりました。そういう中でですね、久保の参考人にお聞きをしたいのはですね、今回新権の内容についても、これは人格の尊重であるとか、年齢や発達の程度に配慮というようなことが入ったということなんですが、この運用のというところであったんですが、やはりじゃあ法律を変えたからそれでいいかというとですね、やっぱりじゃあ現場現場でお父様お母様、あるいは養親子、養親関係もあると思うんですが、そういう方々がじゃあ実際そういう考えに基づいてしっかり親権を行使できるかというと、これはやっぱり別の問題なんだろうと、サポートが必要だというお話があったんですが、これこういう内容で改正をしたとしてですね、やっぱりどういう取り組みをしていくことが、その現場というか家庭家庭でですね、それにのっとったような親権の行使が行われるようになってくるのかと、そこについてですね、ちょっとお考えをいただければというふうに思っています。久保の参考人。ご質問ありがとうございます。ご質問いただきました通り、このような一般的な文言の条文が入ったからといって、直ちに親の方々の行動が変容するというわけではないと思います。ただまず一つは、外国の経験として明らかになっていますのが、立法当時は体罰等について体罰といいますよりは、その子どもの人格を尊重した親権行使という文脈も同じだというふうに私の中では理解しておりますけれども、そのような親権の行使について必ずしも国民の十分な理解がなかったということが統計的に明らかであったところ、やっぱり立法するということ自体を契機に、それを広く周知徹底していくことで、驚くほど国民の意識が変わったというようなことが紹介されています。で、日本の場合、すでに児童虐待防止法の改正によって、
て、児童福祉という狭い文脈ではなく、広く周知のための非常に分かりやすいパンフレットなどが発行されているかと思います。そのような取り組みについて、その民法の改正というより基本法制の改正というのに即して徹底的にと申しますか、行っていくということが予想する以上に意味があり、行動変容を促すのではないかと期待しているところでございます。ちょっと一般的なお答えになってしまって恐縮ですけれども、以上でございます。はい、藤原隆君、ありがとうございます。なかなか正直難しいなっていうのが今の答えじゃなくてですね、やっぱりこれ法律、どんな法律を改正したとしてもですね、なかなかそれがじゃあ普通のご家庭にその理念が本当に浸透するかというと、やっぱり難しいなっていうのは、これは一つ一つやっていかなきゃいけないんだろうなというふうに思って伺っておりました。それと同時に久保の参考人のお話、これ感想なんですけれど、そのやはり経済保険心理面、さまざまな面でしっかり支援をしていってですね、そういうふうに親権をしっかり行使ができるようにサポートをするの、すごい大事だというお話があって、その通りだなと思ってですね、その一方でやはりそれだけしっかりやることを、今はまだ不十分かもしれませんけど、やったとして、それでもちょっと難しいなということであれば、喪失ではなく停止などもですね、躊躇なくというお話があってですね、なかなかこう、おそらくこのことを考えれば、それが一番いいことなんだろうというふうに思っております。ただその一方で、なんというか、私なんかお話を聞いていると、これ単なる感想なんですけれど、やっぱりちょっと今までの過程と国の在り方とはちょっとかなりこう結構転換をするようなニュアンスなんかは感じてですね、ただそれもやっぱり時代の中でですね、ある程度貢献的な関与っていうのをもっと広げていく要請もあるのかななんていうことをちょっと思いながらですね、お聞かせをいただきました。そういう中でですね、近藤参考人にちょっとお伺いをしたいんですが、個別の事例なのでなかなか言えること言えないことあると思うんですが、私ちょっと聞いていてですね、これ三条三項の問題っていうのは非常にバランスの中で難しい問題、確かにあるなというのは私も思っております。そういう中でです、少しお聞きをしたいのはですね、先ほど近藤先生が取り扱った事件で、国の方ではこれ親子関係がないというふうになって、そんなはずはないということで、DNA も調べたらそうだったということなんですが、逆に国はなんで1回目それで親子関係がないと判断ができたのかなっていうのは結構聞いていてちょっと疑問に思ったところなんですけど、そこはおそらくその調査の仕方にも関わると思うんですが、ちょっとその点についてですね、差し支えのない範囲でご教示いただければと思っています。近藤参考人。はい、ご質問ありがとうございます。具体的な事案のことなので、なかなかどこまで反映していいかという問題ありますが、これは任意認知のケースだったんですね。で、任意認知による国籍取得の場合には法務省は非常にたくさんの資料を要求します。父母それぞれ の、その知り合ってから、子どもを妊娠出産に至る経緯ですとか、父母それぞれの、母が子を解体した当時のどこにいたか、日本にいたか、その本国にいたのか、日本に来たんだったらば、渡航記録ですとか、日本 その当時の外国人の登録の資料とか、外国にいたんであれば、日本 の渡航記録ですとか、そういうものをいろいろ出させます。で、そういうものを全部付け合わせて、当時、その母が子を妊娠した当時、その男性とその女性と母との間に、交際、妊娠に至ることができるような関係があったかどうか、状態があったかどうかということを調べるわけですね。DNA 鑑定をやるわけではないんです。こちらが DNA 鑑定を出せば、受け取りはしますけども、法務省の方が積極的にそれをやるわけではないので、そういう事実調査の過程で、例えば本人側が十分に資料を出せなかった、インタビューの時に聞き取り間違いがあった、ということで、事実認定が誤っているということもあります。例えばですね、これはこのケースではないんですけれども、実は母親が、日本に来ていて、で、日本で男性と知り合って、交際して妊娠したと、で、国に帰って、本国で出産した、ところが母親は他人名義で日本に来ていたので、
そのことを言うわけにはいかない、ですので、国に帰ってから知り合ったと。でたまたまその男性の方もその女性を追いかけて国に帰っているので、そこで知り合ったというような説明をしたというケースが別ですがあります。ただそうすると妊娠期間が短くなっちゃうんですよね。その時に関係を持ったと言ってから出産まで7ヶ月しかない。でもじゃあその未熟児だったかというと普通の大きさで生まれているので、これはおかしいと言って法務省が不許可にしたと、妊娠国籍認めなかったというケースもありました。だから本人の説明が何らかで形で不十分であったり、間違っていたりということもありますし、資料 の認定評価の仕方で国が得たという事例もあります。そこはさまざまです。委員長。藤原隆君。ありがとうございます。なかなか全当事者が真実だと思っている中からそれをこう、ね、資料だけでこう洗い探してこう違う事実を認定するとはかなり能力というかかなり簡単ではないなっていうのはちょっと思いながら聞いておったのでちょっと聞かせていただきました。やはりその認知することについて私も意見書を読ませていただいてフィリピンの方の事例を聞かせていただいたんですが、やはりその認知というのは非常に重いものであるということ、その、藁の上からの子というかですね、私の子じゃないんだけど子供と同様に育てたいという気持ちもよくわかるんですが、ただルールとしてですね、認知というのは自分の子であることが前提だというふうなところを、やはりこれそのある意味でそういう認識がなくやってしまっているところもあるのかなというのはですね思って、確かにこう非難の程度としてはかなり違うんだろうというふうには思ったんですが、やはり結構簡単に考えてやってしまうけど実は大元になるっていうのは結構このあるのかなと思っております。そういう中でですね、この3条3項、これ大村参考人に伺いするんですが、確かにこう広報と司法の分野の違い等ございます。で、まさしく近藤参考人の資料にある通り、認知、親子関係、司法上の関係については普通に確定をさせる一方で、反対の事実があるときはというふうになって、これいろいろな考え方ある中で現行の扱いを継続するというふうにしたんだと思うんですが、そこのちょっと議論の経緯をちょっと教えていただければと思っております。大村参考人。ご質問ありがとうございます。民法786条のですね、認知の訴えに関する期間制限の問題と、今ご指摘の国籍法3条3項の問題というのは、さまざまなご意見がありまして、議論を重ねたところでもございます。で、紆余曲折があってですね、最終的に今回のような案になっているというふうに理解をしております。で、先ほど久保の参考人からもお話がありましたけれども、この786条 をこのような形にしてですね、期間制限を設けるということ自体にその国籍法の運用との関係でですね、障害があるのではないかという意見もございました。で、そうなりますとその786条を改正できないということで、では786条にですね、内容的な認知についてのですね、その効力を否定するという規定を設けてはどうかというようなことも検討いたしました。しかしそのような規定をですね、民法の中に国籍法のことを考えたいわば公益に関わるような規定を置くのはいかがかというような議論もありまして、さまざまな立場から の検討いたしました。で、一時はもうこれは786条の改正は難しいのではないかというところもございましたけれども、最終的には今回出ておりますように3条3項を新設すると。ただしこれによって従来のですね、これ久保の参考人もおっしゃいましたけれども、従来の取り扱いを変えるというものではないという理解のもとで786条の改正を案を実現すると、このようなプロセスであったというふうに理解をしております。委員長。藤原隆君。ありがとうございます。いろいろちょっとまだまだお聞きしたいこともあったんですが、参考人にですね、ちょっと私の時間来てまいりました。これからですね、今日のご意見踏まえて、また審議進めさせていただきたいと思います。貴重なお時間いただきましてありがとうございました。次に